動物学、動物学、動物学、英語、ズラジーは、動物を対象とする学問。自然史学の一部門に由来し、現在では、生物学の一分野とされる。古典的には物質を、鉱物、植物、動物に分けることが一般的だったため、博物学も鉱物学、植物学、動物学に分けられていた。動物学の始まりは古代にリシアにあると見ることも、 できるとされる。発生学、生理学、生態学、動物行動学、形態学などの視点から研究が行われてきた。近年では、生物の分類が様変わりし、研究分野が細分化されたため、動物学の内容が多様化し、この語が用いられる頻度は低くなった。対象とする分類群によって、哺乳類学、昆虫学、魚類学などと分けられることもある。 動物の個性物を対象とする場合は、古動物学と呼ぶ。動物学は、時代を遡ると古代イギリシャのアリストテレスによる、研究にまで遡ることができる。現代まで残されている著作としては、イーストリアアニーマリーム、動物史、デゲネラチオネアニーマリーム、動物発生論、デパーティブースアニーマリーム、動物部分論などがある。 近代動物学に影響を与えた存在として、チャールズ・ダーウィンの存在が挙げられ、19世紀以降、発展的に研究が進んだ。動物の研究では、まず体内の構造の研究が優先して進んだ。これは、などが理由に挙げられる。最後の点に関しては、逆に医学的研究による発見が生物学に反映される場合もあった。 このような研究は17世紀以降に大きく進歩した。そのような初期の発見の代表的なものの一つが、ウィリアム・ハーベイによる血液循環の発見である。このようにして集められた知識は、次第に様々な動物の内部構造を比較し、関連付けられるようになって、比較解剖学を生んだ。代表的な研究者に、ジョルジュ・キュビエやマルチェロ・マルピーニドである。 このような知見の集積は、古生物学において、化石という往々にして、断片的な生物片からその生物の正体を求める上でも大いに役立った。このような比較解剖学と古生物学の知見は、進化論の形成にも大きな役割を担ったものである。最初の主要な進化論者である、ジャン・バティストラ・マルクも、彼と対立した、キュビエもこの分野の研究者であった。 19世紀には生物学の様々な分野が大きく変化した。顕微鏡を使用した研究方法は技術的革新とともに一定の結果を蓄積するようになり、動物の構造を機関から組織や細胞のレベルで調べること当たり前になり始めた。それに基づき、生物は細胞から構成されるという細胞説も確立した。この世紀の後半には、 細胞内の構造が追求されるようになった。ゴルジカラダや中心体などの発見はこの時期である。組織や細胞に関する様々な特徴は電子顕微鏡レベルを除いてはこの世紀の末には一旦はほぼ完成したと言っていいだろう。また、科学分野の発展に基づいて生物体内における科学についても追求が行われるようになった。 尿素の人工構成や血糖量調節に関する研究が行われた。より基本的な細胞内の科学的過程である酵素作用や呼吸などの研究は、むしろ微生物を対象にこの世紀の後半から始まる。これは、いわば目に見える生物に関する記述から、生物一般の基本的性質科学へと生物学が変化し始めたともとれる。発生学の分野でも変動が大きい。 細胞説の成立を受けて、発生をそこから見直す流れが生まれ、ポンイコールベアによって、人の卵が確認され、様々な動物の卵からの発生が観察された。これらの知識をもとに、様々な動物の発生を比較し、そこから知見を得ようという流れが、比較発生学と呼ばれる。これは、比較形態学の流れを組むものでもある。それを、進化論的にまとめようとしたのが、 エルンスト・ヘッケルの反復説であった。しかし、それに飽きたらず、発生の気候そのものを解明しようとする動きが生じ、いわゆる実験発生学の流れが生まれる。進化論はすでに発表され、多くの学者に論じられながらも力を得ることはできなかったが、チャールズ・ダーウィンによる自然選択説は、それまでの諸説や、それに対する反対を打ち砕くだけの説力を持ち、 生物学のみならず多くの分野に影響を与えることとなった。少なくとも生物学の中では様々な現象を進化の概念抜きでは論じられなくなった。クレゴーリオハンメンデルによる遺伝法則の発見もこの世紀の大発見ではあるが、それが注目を浴びたのは19世紀最後の年であり、遺伝学そのものの発展は20世紀に持ち越される。これは染色体など 生殖に関する細胞学レベルの研究が未だ十分になされていなかった点も大きい。20世紀は生物学が大発展した時代である。その大きい部分は生化学と分子生物学の分野であるが、その多くが微生物を用いて展開された。発生学は19世紀末に生まれた実験発生学の流れに沿って発展し、 シュペーマンによる誘導の発見が一つの山となった。しかし、その後に進歩は停滞し、遺伝子研究の進歩を待つこととなった。19世紀末から始まった病原微生物の研究は、ルイパスツール・ロベルト・コフホラによって発展し、ワクチンや予防接種などといった伝染病への対応策を持つに至ったが、これは動物学の側から見れば、動物の生態防御の仕組みが、 明らかになる過程であった。ここから体液生命域の存在が明らかになり、やや遅れて、イリアメチニコフは白血球の食作用による生体防御存在を明らかにした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。